我思う。ゆえに。ミーフィーが食べたーい。知ってたよ。ということで今回は牧場作りなさい。誰が？誰が？お前らがー。なんで？なんで？お前らの仕事はなんだー？養殖班。研究開発班。牧場は何のために作るんだ？食料生産。動物資源の入手。食料生産の仕事はどこがやる？養殖班。養殖班。生産ラインの自動化はどこがやる？研究開発班。研究開発班。は。そういうことよ、頑張れ。じゃあ霊夢はその間何すんだよ。その間の私の仕事は、仕事は、仕事は、食器並べよ。どうだ？すげえ。どうだ？リスペクトさせてください、先輩。まずは牧場に入れる動物を集めないとな。なんか作るのかい？今回使う乗り物は、UH-60M、ブラックホークだ。ゲーム内では操縦手1名、乗員9名を乗せられるぜ。これで動物を一気に運ぶわけだね。サファリネットが一番楽なんだが、ヘリを使いたいだろう？じゃあ早速飛ばそう。いやいや、黄昏では飛ばさんよ。何故？マリサたち行っちゃって暇ねー。なんだ？何かしてくれるの？そうねー、なんか作ってあげるわ。食器並べとか言ったけど、牧場できるまで時間結構ありそうだし、何よりお腹が減ったわ。何が食べたい？食べ物限定なのか。いいじゃない？何でも作ったるで。じゃあ、牛丼。クロックマダム。焼肉ね、任せなさい。違う。黄昏の森には外の世界の牛と豚の代わりに、鹿とイノシシがいるんだが。だが？鹿から牛乳が取れない。何を言ってるかわからねえと思うが、鹿から牛乳が取れない。なんとなく言いたいことはわかった。忍びねえな。構わんよ。ではこの自生している人参や小麦を持っていこうか。そうだね、自生してる人参とかを持っていこうね。そもそも何よ、クロックマダムって。トーストに目玉焼きやハムを挟んだやつ。好みでチーズとかも。贅沢ねえ、そもそもチーズは牧場できてからだし。しょぼん。じゃあ牛丼だな。だから牛肉も牧場できてからよ。鹿丼なら作れそうだけど。牛肉が食べたいぞ。うるさい、黙って鹿肉焼肉に従いなさい。やるかこらー。やったるでー。上等じゃ、ぶち転がしてやらー。うわー。燃料用紙、ケーキ用紙。それでは離陸いたしまーす。今回は羊と牛だけでいいよな。そうだね、鶏は黄昏にもいるし、豚は飼育する価値ないし。なんか見えたけど、気のせいだな。うん、気のせい気のせい。おお、早速羊を見つけたぞ。これどうやって乗せるの？いいから一旦降ろしてくれ。はいはい。乗せ方は超簡単。ヘリの近くに移して、操縦席に乗るだけ。それだけ？そうそれだけ。ほんとだ、羊が乗った？わい。これから一生毛刈りされ続けることを知らずにな。ほら、羊さんたち、こっち来て。このヘリに乗ったら小麦食べ放題だよ。悪い顔してんな。マジで、ミニガン撃てる？俺撃ちたい。いや、僕だね。ミニガンは先着2名。いや、2匹だけだぞ。乗り込めー。作戦大成功。うりーけーほげー。飯のメニューでもネタ祭は、ダンマクファイト国際条約にのっとり、ダンマクファイトで決着をつけるべし。いざ、勝負。オラー好きなの選べやー。じゃあマリサ無宗教装備で。上等じゃあ。2匹だけの予定だったけど、まあいいか。いいんじゃないか、替えは多い方がね。はい、牛さんたち、集まれー。このヘリに乗ったら小麦食べ放題だぞ。なんだって、目牛食べ放題、乗り込めー。なんか勘違いされたけど、作戦大成功。キャッハー、食べ放題さあ始まりました、ダンマクファイト第1戦、フレック選手対霊夢選手、実況は私、ポチがお送りします。ダンマクファイトーレディーゴーキュー。フレック選手が初撃を取りました。リプレイで確認してみましょう。発生の遅い妖怪バスターの隙を突き、フレック選手のライジングスイープが命中、好調な滑り出しだ。初撃決着モードなら完全に勝っています。そんなモードねえよ。ネットの世界だとあるらしいぞ。そんなもんねえよ。
さて、黄昏ポータルが近づいてきました。ここでこのモッドの真髄が発揮されるぞ。ああ、あれか。うむ、ホバリングしてくれ。ハッチオープン。何が始まるんです？そこのロープを下ろしてくれ。これか、これじゃね。せーの。さあみんな、飛び出せー。わーい、飛び出せー。キャッハー、やっぱりファストロープは最高だぜー。なんか経験者がいたな。で、僕は？君は、5000着地？やめとけ。さあ霊夢選手、距離を取って射撃戦に持ち込みます。特性である霊力の多さを生かした戦い方です。こいつ、やりおる。なぜ拡張が変わるフレック選手。このまま射撃戦で押し切る。打ち合うと弾切れしてやられる。格闘戦に持ち込めば。フレック選手接近を試みます。決まったー。さあ、あとはこいつらをポータルに突き落とすだけだな。あれ？キャッハー。一体何がどうなってんの？シカは、こっちに来れてるよね。わっさー。選手、再び得意の射撃戦に持ち込みます。ここで勝たねば後がないぞ。ありったけの札を叩き込んでやるわ。グニに。どうするフレック選手。これでー。どうやら玉消し能力の強いレーザーをメインにしたようだ。これにはどう応じる霊夢選手。ならば近づくのに。近くでは上下に強い強射撃でフレック選手に対抗するようです。一方マリサは上下攻撃、特に下への攻撃が弱い。下を取られないことがコツとなる。どうだ、急遽流星になる霊夢選手。これはどうだ。フレック選手のステカ宣言。なに、水星ブレイジングなんとか。沼ったリプレイでもう一度。ステカ宣言直後の隙をガードし、その後の強射撃の隙をついたブレイジングなんとか、霊夢選手のつま先に直撃しました。第一戦を制したのは、フレック選手だ。はっはっは、たわけが。まだだ。え？まだ終わらんよー。第2戦、リアル格闘ゲーム。いざ、尋常に。ひー。逃げるんじゃないー。ちょちょちょ、そのオムサブレードはマジで来るんですか？そうなんですか？せめて痛みを知らずに、安らかに。ひー。神技、天破風神脚。オムサ関係ねー。うわー。うわー。やるかー。ふぅ。こりゃダメだな。諦めてサファリネットに頼ることにしよう。お腹も減ったしな、一旦帰ろう。で、この状況はなんだ？いいのよいいのよ、気にしないで。今日のご飯はみんなの意見がまとまらなかったので、鹿肉ロコモコ丼になりました。はぁ？最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は済んでるか？この画面の下のとこからご登録お願いします。そして現在、やってほしいこと募集中です。マイクラ内でやってほしいことでも、実況してほしいゲームなどでもいいぜ。パソコンでできるフリーゲームがいいわね。コメント欄やツイッターを使ってくれ。では皆さん、また会いましょう。